はい、今回2023年8月に向けての松田社の最新納期と新型社の情報が入ってきたんで、まずは新型社の情報として、まあ今年は上半期だと3月にですね、松田2が一部会場実施で、6月上旬に松田3の方が一部会場実施して、8月1日に新型 CX60 の方ですね、価格改定を実施して、 CX8 が年内中で生産終了という情報が入ってきてますけどね、まだ確定ではないんですけどね、その CX8 の後継が CX80 ですね、 AT と言われていて、で他の車種としてはマツダ6も来年で生産終了という情報があって、で CX5 がオーダーストップ、まあ間もなく年次改良という情報で、あとはロードスターの方ですね、もう現行はオーダーストップしていて、でもうじきマイナーチェンジって言われてますね、もうスパイショットの方問われてますけどね。2015年5月に登場しても8年以上ですね経過して、現行で4代目、まあ、他の車種も随時年次改良の情報が入ってきてますけどね、まあ、上半期は2車種だけで年次改良した車種は少なかったんですけどね。はい、では続きまして松田社の最新納期、松田社の納期情報に関しては月に1回しか紹介してないですけどね、公式ページの方で月に 2,3 回更新されてますね。でお問い合わせくださいっていうのは、まあどこのメーカーもそうですけどね、オーダーストップっていう場合が多くて、で松田社は現行のオーダーストップの車種が CX30、5、60、ロードスターがオーダーストップですね。だから CX30 も年次会場間近で、でロードスターお問い合わせくださいになってますけど、まあオーダーストップで、マツダ6全グレード2、3ヶ月。まあ、マツダ社に関しては他のメーカーと比べてもかなり納期は早め。スバルより納期、確か早かったと思いますけど。で、年次改良後のマツダ3が1ヶ月か2ヶ月、全グレード1ヶ月か2ヶ月で。マツダ2が全グレード3ヶ月。年次改良後ですね。マツダ2に関しては年次改良かも毎年近いぐらい変更点があって、で CX8 1ヶ月で CX60 は8月1日の年次改良で価格アップして、まあ現段階だとオーダーストップ、他の車種も、まあ、CX5 とかも結構価格アップするという情報が入ってきてますけどね、オーダーストップで MX30 が E やスカイアクティブ G2.0 2ヶ月で、 E スカイアクティブ2、3ヶ月 CX30 がお問い合わせください。まあ、オーダーストップで。CX3 が3ヶ月か4ヶ月。だから、納期が長い車種でも3ヶ月か4ヶ月程度なんで、まあ、年内納車はどの車種に関しても可能そうですよね。高納期プラス2、3週間の、2、3週間で、納車ってことを考えたらですね、工場出荷メートプラス2、3週間で納車という形なんで、はい、今回2023年8月号の松田社の最新納期と新型車の情報について紹介しました。